サザランドシャヤは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。市の中心にあたるサザランドは、シュドニー中心業務地区の南3 0トルに位置する。サザランドシャヤは、ジョージズ川の南岸に位置し、ジョージズ川は、そのまま、ボタニー湾を経由し、タスマン海へと注ぐ。このジョージズ川には、ヒースコート国立公園に源流を持つボロノーラ川が合流する。 タウラポイント自然保護区サザランドシャイアの北西部及び北中部は市街地となっている一方で北東部、中南部は自然が豊富な国立公園地帯となっている北東部は細長い半島となっており北はボタニー湾南はベート湾に挟まれている半島の突端部はボタニー米国立公園やタウラポイント自然保護区といった自然保護地帯となっている カリービーチヒースコート国立公園地域の南東部を占めるのがオーストラリアでは最古、世界でもイエローストーン国立公園に次いで2番目に古い国立公園であるロイヤル国立公園である。150.91平方キロメートルの面積を占めるロイヤル国立公園は1879年4月26日に設立された。 このロイヤル国立公園の西側には、シドニー・メルボルン・アデレードを結ぶプリンセスハイウェイとサウスコースト線が南北に縦断し、道路及び鉄道の反対側には、1967年10月1日に開設されたヒースコート国立公園が広がる。シャイア・オブ・サザランドは、以下のサバーブ及びローカリティで構成される。2011年の国勢調査では、サザランド・シャイアには、 21万863人の人が居住していた。人口の48.9%が男性で51.1%が女性である。オーストラリア先住民は人口の0.8%を占める。シティオブフェアフィールドの注意年齢は39歳である。0歳から14歳までの子供の人口は19.1%を占める一方で、 65歳以上の人口は14.9%であった。15歳以上の人々のうち53.9%が既婚者であり、9.9%が離婚あるいは死別を経験していた。2001年の国勢調査から2006年の国勢調査が実施される5年の間にサザランド社ヤは1.63%の人口増であった。その次の5年間で、 2.64%の人口が増加している。同じ期間のオーストラリアの人口増加率はそれぞれ5.78%、8.32%であり、オーストラリア全体平均よりも低い。2011年の国勢調査ではサザランドシャイアに住む住民の出自はイングランド、アインルランド、スコットランド、イタリアが上位を占める。また、 どの宗教を信仰するかという質問に対しては、カトリックが全体の31%、正公会が全体の25.8%を占めた。また、無宗教の回答は16.1%であった。ギリシャ語以外にも、アラビア語、カタルーニャ語、イタリア語、中国語が過程で、英語以外で会話で使用される言語であるという回答があった。サザランドシャイアの議会は、 市長を含めた15人によって構成される。任期は4年。選挙区は5つ。市長は市議会委員の5選で選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア自由党が9議席、オーストラリア労働党が3議席を獲得し、その他無所属、諸派が3議席である。市長はオーストラリア自由党のケント・ジョス。 サザーランドシャイアは、以下の2都市と、姉妹都市である。A.B. レクラレーション。シスターシティーズ。アバウトザシャイア。サザーランドシャイアカウンシル。2012年9月22日。閲覧。ありがとうございます。